ザンジバルシティ、ザンジバルシティ、ザンジバルシティは、タンザニアの都市。人口20万5千870人、2002年。ザンジバル都市部、西部州に属し、タンザニアを構成する主体の一つであるザンジバルの、首都である。ウングジャ島西部海岸に位置する港町であり、古くから、インド洋交易で栄えた。ザンジバルシティには10世紀頃から、アラブ商人が住み始め、 インド洋交易の要衝となっていた。16世紀にポルトガルに占領された後、17世紀末にはオマーンのヤーリバーサがポルトガルを撃破で、ザンジバルシティの支配権を握った。その後オマーンで内乱が続き、元王朝であるブーサイード朝が再びアフリカ東海岸に勢力を伸ばした時、他の都市はほとんど独立したものの、ザンジバルシティのみはオマーンの元に留まり続けた。 19世紀初頭、オマーンのスルタンであるサイード・サイードが、アフリカ東海岸の諸都市を、次々と攻略し、再び、アフリカ東海岸に大公益帝国を築き上げると、ザンジバルシティはその中心として最盛期を迎えた。サイード・サイードは宮殿を建てて、ザンジバルシティへと首都を移し、石像建築の街並みを作り上げた。この街並みは、今でも、旧市街として残っており、 2000年にはザンジバル島のストーンタウンとして世界遺産に登録された。サイードは奴隷や造下などの交易の他にザンジバルにクローブ栽培を導入し、これが奴隷貿易廃止後のザンジバルシティの富の源泉となった。サイードの死後、王国はオマーンとザンジバルに分裂し、ザンジバルシティはザンジバルスルタン国の首都となった。 1896年8月27日、イギリス・ザンジバル戦争によって、ザンジバルシティのルタン宮殿は陥落し、ザンジバルはイギリス領となった。1963年12月10日に、ザンジバル王国が独立すると、ザンジバルシティはその首都となったが、ザンジバルの政治は、アラブ人、シラジ人、 アフリカ人の対立によって揺れ動き続け、1964年1月12日のザンジバル革命によって王国は崩壊。ザンジバル革命政府の下で国名をザンジバル人民共和国とした後、4月24日にはタンガニーカと合併してタンザニア連合共和国となり、ザンジバルシティは独立国家の首都ではなくなった。しかし、現在でも強力な自治権を持つ、 ザンジバル革命政府がここに首都を置いており、ザンジバルの中心都市であり続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。